これもまたキャストのみんなのお手紙の中に書いたと思うんですけれども「いつか必ず再会しよう」でその再会する時にこの待っていた時間を本当に大切に使ってなぜ自分は演劇をやるのかとかなぜミュージカルをやるのかっていうことを考えるのにこれほどふさわしい時はないからきっと私たちが再会できた時はもっと素晴らしい。 俳優でありスタッフ作り手となって再会できるはずだからその時を楽しみにしましょうねというようなことを書いたと思いますですのでそのこのみんなが2年いろんな経験をしていろんな思いをしてそしていろんなことを考えてこの舞台に向き合うということになりますのでもう絶対に2年前より必ずず面面白くするし面白くくすするるしなはずと思ってますこのミュージカル「金太郎飴」ですよね。<laughs> どこを切っても楽しめるというような作品ですので、あのー、本当に明るくて楽しくてそして面白い気持ち、笑いたい気持ちになったらぜひモダンミリを見にシアタークレイに足を運んでいただけたらなと思っております。この2大ベテラン女優のぶつかり合いじゃないですかね。この一郎さんと保坂さんのもうなんだかもうすごいんです。これなんか年末の 大みそかにねみんなでテレビで追っんで見るようなそれぐらいなんか面白いことになってますのでこの作品の,あの魅力の一つにタップがあるんですねでタップシーンが結構ふんだんにあるのでなかなか最近あんまりそういうミュージカルをやってないなと思っていてそのタップのシーンが全て見どころです。あのね、中川内さんとも踏みますし 美咲さんとも踏みますしあとすごいみんなであの結構な人数でねあのタイピストタイプのシーンがあるんですけどそこは大人数で結構タップを踏むのであのきっと見ていらっしゃる方がこうスカッとするかなと広瀬のグレードン当,当に皆さん多分絶対客席で見たら笑わない人はいないんじゃないかっていうぐらい誰もが笑ってしまう。 役作りをされて真面目にですよめっちゃそこからやっぱりインスピレーション頂い,いて僕もちょっと変えていこうかなと今回は癖強めの <laughs> だからどうなるか分かんないですよ。プロローグの場面が本当にこのオーバーチュアの曲からあのーモーダン・ミリの世界に引き込んでくれるあの場面が私は出てないんですけれどもすごく好きでした曲もいいですしあとはあの時代のファッション であるお衣装とかもやっぱりすごくモダンでスタイリッシュで見てるお客様は目でも楽しめて耳でも楽しめるっていうあのプロローグがすごく大好きだったのでぜひ引き込まれててほしいいなって思いますさく演じるジミーが僕の会社に勤めてるマップのミス・フラナリーでしたっけミス・フラナリーをえっとかなこさん、ね、が演じてるフラナリーを苦し紛れに。 肘を褒めるところが。大好きだったなっていうのを。今思い出しまして。ぜひそこに注目して。だたなと思ってます。はい。ミリーちゃんとジミーが二人であの。窓の外で歌う歌だよね。なんか。あの窓の外に出てて。ビルの上の方。ちょっと怖い状況なんだけど。なんか。 やっぱりすごくそういう2人の純粋なラブストーリーっていうかやっぱそれが主軸であ,あ,あって周りっていうそ,そ,こにそこの2人を応援したいなってすごく思って見てたなあのシーンって思って思い出しておりました私が願うことは是非この上演されている期間客席でお声を出さないようにというナレーションが ななないいことを祈るしかないかなって皆様が心の底から笑っていただけるそういう時期に入ってることを祈るしかないなと思うぐらい本当にあの出てる私たちが自らハードルをむちゃくちゃ上げてますけど本当に面白いんですなので皆様が笑っていただけることを祈っております。